南口豊田駅は東京都日野市豊田4丁目にある東日本旅客鉄道中央本線の駅である。駅番号は JC21。当駅を含む区間は、運行系統上は中央線と案内される。運転形態の詳細については、該当記事を参照のこと。島式ホーム2面4線を有する地上駅で、京上駅舎を持つ。 崖線に沿って立地しているため、外貨側になる南口へは自由通路の階段を降り、崖上になる北口へは自由通路の階段を上って、外へ出る。改札口は1カ所、自由通路に直結している。自動改札機、指定席券売機が設置されている。各ホームに2機ずつエスカレーターが備えられている。トイレは改札の内側の橋上部分にあり、 車椅子対応トイレも設置されている。キオスクは改札口を出て左手すぐにある。2008年には1.2番線、3.4番線ホームに待合室が設置された。中央線では八王子駅、高尾駅に次いで3番目である。発車メロディ2010年1月23日より同様、焚火が発車メロディとして使用されている。これは曲の作詞者である。 辰ツ製菓が駅の近隣である日野市朝日が丘に住んでいたことによるものである。上り、下りホームでそれぞれ音程が異なる。なお、2015年10月より使用されている音程が入れ替わっている。2019年度の1日平均乗車人員は35,718人である。玉平、朝日川丘西平山地区から 東京都心方面への通勤通学客の利用が多い。北口のすぐ近くにあるイオンモール、玉平の森への通勤客や買い物客、当駅が最寄りとなる、コニカミノルタ、富士電機、ファナック GE ヘルスケアジャパン、日野自動車などへの通勤客や訪問客、東京都立大学費のキャンパス、東京薬科大学、東京都立八王子東高等学校、 東京都立日野大高等学校の学生も利用が多い。近年の1日平均乗車人員の推移は下記の通り。駅前ロータリーがあり、ロータリー内および周辺に、京王電鉄バスの発着場及びタクシー乗り場がある。路線バス、日野市ミニバスは、京王電鉄バス、川瀬美号は、南観光交通により運行される。首都台、中台へは、 路線バスのアクセスとなるほか、コニカミノルタ、日本ビクターや東京薬科大学、帝京大学中学校、高等学校など、当駅及び、周辺道路を乗降場所とする企業、学校の送迎バスも多く、特に朝夕は活気に溢れている。京王電鉄バス、日野市ミニバスが運行する路線が発着する。京王バス、日野市ミニバスが運行する路線のほか、 川瀬美号が発着する。2015年春時点での状況を後ろのクレーンは、無関係当駅八王子駅間の線路南側に、西豊田駅早期実現をという大きな看板があり、日野市が JR に新駅設置の要請を計画していたが、2019年11月、日野市は計画を断念することを明らかにした。注釈出典報道発表資料新聞記事。 ありがとうございます。